願いします。 G たかしさんです、どうぞ。お願いします。おやおや、高田信彦です。ライジンモノマネグランプリ2020に誰が強いか強者たちよ出てこいや。まずは2003年記者会見で大事なセリフを噛んでしまったキックボクサーマサト選手、出てこいや。まあ正直ね、前回も楽な試合やったんだけどね、まあ次もチャンピオンとしてウサギがライオンを狩るとき、あ、じゃない、ライオンがウサギに狩られない、全力で勝ちます。神々だな。そして続いて現ライジンライト級チャンピオンホベルト・サトシ・ソウザ、出てこいや。ああ、こちら僕の勝つ、誰思いますか。もう、坂原さんが、坂原さん、試合くっくれたよ。お父さん、よしよ、僕やったよ。ああ、ここベラトルじゃない、ライジンでもないよ、ここ六本木だよ。どっちが強いか、決めようや。どうもありがとうございました。素晴らしい。やっぱこれぐらい声張ってこないと。そうよね。もうあかん、はい、坂原さん坂原さんが試合くんくれと何回言っても坂原さんよ。そうよね、坂原さん言ってた。そう、似てた。女子委員長大爆笑してましたけど、お願いします。はい、ちょっと正直あの高田さんと正人選手のところで、はい、正人さんのところでどうかなと思ったんですけど、まあ厳しい、お厳しい、辛口ですね。と思ったけども、佐藤選手出てきた瞬間も全部ひっくり返しちゃいました。ひっくり返しましたね、はい、めちゃくちゃ面白かったです。いや素晴らしいです、はい、ありがとうございました。ベルトがなぜか NWA です。なんで馬場さんが巻いてたベルトです。ちょっともうライジンさん作ってくださいね。これこう見えたらね、ライジン欲しかったです。はい、カイさんどうです？いやもう仕上がりすぎてて、もうこの時にもう初めて会場が爆発したような感じがしましたね。どうも朝倉海です。もう自己紹介するような。どうも朝倉海です。めちゃめちゃホンダスイミングスクール。いやそんな言わないでください。海です。海ですから。高橋さん。審査員はい、審査員でやめてください。点数低くしますよ。いやいや、またそれはやめてください。山田さん頼みます。鉛の空気、ありがとうございます。キャプテンの声で言うとなかなかね、パンチが伝わりますけども、はい、さあこの辺で審査がだいぶ変動があるんではないでしょうか。いやそうだと思いますよ。ちょっと待ってください。高田さんなら負けないっすよ。え、高田さん、私が高田です。ちょっと待って、高田さんなら負けないというアキラ選手の俺が高田だよ申し出がありましたけれども、高田の中の高田、出てこいや。男の中の男、出てこいや。どうですか。バカ野郎、猪木さん出てきた。どうもアントニオ猪木です。猪木さん出てきた。まあまあ似てるっていうかね。いいんじゃないですかね。ありがとう。うん、G 高橋さんです。ありがとうございます。やっぱ素晴らしいね。びっくりした今。高田さんに対して高田返しではなくて猪木返しという。そうでしたね。素晴らしい。はい。いや今のも審査の基準に入れていただきたいなと思っております。そうですね。はい。